石の蔵に出演するのは初めてなんですよね。そうなんです、あの存在はずっともう何年も知っていて、ずっと来たいな来たいなと思ってたんですけれども、あの長年の時を経てコロナ禍も経てようやく出演させていただいて本当に嬉しく思ってます。ありがとうございます。あの私より先に私の母が土屋さんとつながってて、まあ、それでなんか勝手に母と土屋さんの間で私の噂が飛んでたみたいで、ね、あの本当にありがたいです。いつもね、あのお母さんと一緒に食事行ったりしてくれてて、本当にありがたいことです。またぜひよろしくお願いします。それではですね、あの土屋さんにもう一曲、スターダスト一緒に演奏していただきます。
ますよ。また土屋さんにはセカンドで、はい、一緒にやっていただきますので、皆様楽しみにお待ちくださいませ。土屋さんありがとうございます。それではですね、ちょっとここでメンバー紹介を、遅ればせながらやらせていただきたいと思います。皆様向かって右側、オンドラムス田島和俊そしてオンベース野中英二のピアノトリオのリーダー村田のぞみでお送りします。この3人でヨーロピアンジャズっていう、ジャンルとしてピアノトリオを始めてからまだ2回目ですかね、ちゃんとライブやったのって。できたてほやほやでございます。これからね、皆様にこう成長を見守っていただくバンドになるかと思いますので、ぜひどこかで見かけた際はチェックしてみてください。ありがとうございます。それではですね、私たちの曲残すところ、ファーストステージ2曲となります。次にお送りしますのは3拍子の曲で、A Rare Italian Bird という曲です。イタリアンバードっていう名前がついてるんですけれども、イタリアの中で洗練された芸術家たちのことをイタリアンバードっていうふうに呼ぶそうです。ジャズの世界でもよくチャーリーパーカー、サックスのチャーリーパーカーなんかはバードってよく呼ばれてましたよね。それと同じような扱いだと思うんですけれども、でやっぱ鳥ってなんか特別な、バードって特別 なんか、ね、呼び名がやっぱりどこの言語の世界でもあるのかなっていうふうにちょっと共通項を見つけて面白いなと思ったりしてます。この曲はですね、そのラーシュ・ヤンソンというピアニストが、イタリア人のクラリネット奏者であるガブリエル・ミラバッシとかっていう方がいて、私も知らないんですけれども、その方にラーシュ・ヤンソンが刺された曲でございます。とても素敵な曲ですので、ぜひね、うっとりしちゃった方は寝ながら聴いていただいても結構ですので、ぜひゆっくりお聴きください。A Rare Italian Bird お送りいたします。Thank you.
ありがとうございます。あ、レアイタリアンバードという曲をお送りいたしました。それではファーストステージ、次の曲で最後となります。最後の曲はですね、アフリカの、8分の12拍子の曲をあのベースにした、モチーフにした曲でございます。ゴッツフーシットという曲をお送りしたいと思います。